はいどうも、アルティメット工房のサミです。キング&プリンスコンサートツアー2019発売が決定いたしました。ということで今回はそのお話をしていきたいと思います。その前にこの動画いつもとなんか違うなって思った方いると思いますが、そうなんです。いつもはこの後ろの背景なんかお家で撮ってます感が出てたんですけれども、ちょっとだけ撮影方法を変えましてこんな感じにしてみました。試しって感じで、まあ、動画にもね変化つけなきゃなっていうことでいろいろ試していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。やっと待ちに待った DVD 発売の日にちが決まりまして、予約はね今日から11月の25日から開始だったんですけれども、今回のコンサートのテーマは王子様の二面性と花ということで、演出もいろいろ凝っていたと聞きましたし、あとはツアーのグッズ基本的にお花柄が多かったと思います。そして皆さんが一番知りたいであろう DVD の発売日、発売日は2020年1月15日です。ちなみにライブ本編の収録内容につきましてはこれから発表となるみたいなので楽しみに待ちたいと思います。発売形態はブルーレイ初回版、 DVD 初回版、ブルーレイ通常版、 DVD 通常版の4形態となっております。そして特典、特典は初回版と通常版で違うみたいなんですけれども、初回版の特典映像にはツアードキュメントとメンバーがツアーを振り返るビジュアルコメンタリーが収録されているみたいです。通常版の特典映像には私が前からすっごい欲しかったやつなんですけど、メンバーのソロアングル映像っていうのが収録されているみたいなのでとっても楽しみです。その他初回版には40ページのフォトブックレットが付くみたいなので、結構ボリュームが満載な感じになっているんじゃないかなって期待してます。あの前回同様ね、通常版と初回版のセットになっているものが今楽天で販売されていますので、私はそちらで予約をしました。その他にも Amazon さんやタワーレコードさんなどでも予約が開始していますので、一番安いところはどこなのかなってぜひ探してみてください。まあ、価格はその時によって変動したりとか、こう何パーセントオフとかになったりもするので調べて見てみてください。いやでも岩橋くんがいないのがすごい残念なんですよね。私はツアー外れていけなかったんですけど、こちらの動画ではツアーのグッズの紹介もしていますので、どんなグッズが販売されたのかなって気になる方はぜひ見てみてください。ツアー見に行ってきたよっていう方はどこが良かったか、どこが見どころかコメント欄にて教えていただけると嬉しいです。では少し短い動画になってしまいましたが、今日はいろいろと試してみた動画になりました。ちなみに私はこの DVD の予約販売が開始して、どれ買おうかなって思ったんですけど、ブルーレイの初回版と通常版と、あと DVD の通常版を買おうかなって考えてます。皆さんはどれを買いますか？以上、アルティメット工房のサミでした。